お迎えください。優勝いたしました鈴木雅治選手の登場です。優勝おめでとうございます。ただいまより優勝者表彰を行います。優勝トロフィー授与、札幌ビール株式会社東海北陸本部愛知第二支社支社長荒木達也様より授与いたします。今回は札幌ビールトロフィーでございます。おめでとうございます。続きまして副賞といたしまして、札幌黒ラベル 350ml 24本入り5ケースの贈呈でございます。おめでとうございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございました。今の率直なお気持ちいかがですか？ものすごく嬉しいです。ビールお好きですか？あ、好きです。あ、じゃあもう今日はぜひね、札幌ビールで祝杯をあげていただきたいと思いますが、今節本当に暑い季節感だったんですが、はい、調整のほどはいかがでしたか？そうですね、まあ、ちょっとあんまりペラが最初合ってなくて苦労しましたけど、まあ、3日目ぐらいからまずまずは合ってたと思います。今日もいい船足、いい調整で臨めましたか？そうですね、自分なりには良かったと思うんですけど、ちょっと野永さんが怖かったですね。結構プレッシャー感じました？はい。優勝戦はズバリどういったところがポイントになるなって考えてましたか？まず自分がしっかりスタートいけることと、しっかり1コーナーが回れるかっていうことだと思ってました。スタートタイミングコンマ17でしたが、はい、いかがでしょう？ちょっと追い風っぽかったんで、全速で行こうと思ったんですけどね、ちょっと思いのほか遅かったですね。そして1マークしっかりと回ることできましたか？そうですね、思いのほかうまくかかって、自分でもびっくりするぐらいうまく回りました。ではもう1マーク回ってからはよしっていう思いもあったんでしょうか？ありました。ガマゴーリは次続き選手キリュウ走ってまたすぐ戻ってきます。はい。その次のガマゴーリの抱負もお聞かせください。まあ、今節ほどうまくいくかどうかはわからないですけど、また同じように活躍できるように頑張ります。応援してください。では最後、残っていただいたファンの皆様にもう一言お願いします。船券外れることが多くなりましたけど、これからも一生懸命走りたいと思います。応援よろしくお願いします。